World Cup 98 France. Road to win. Japan, Argentina, サッカーを愛する皆さん、こんにちは。金子克彦でございます。いい天気になりました。今日は世界バレです。今日は日本対アルゼンチン親善試合の模様をお送りいたします。親善といえども真剣勝負、気を抜くとやられてしまいますね。さて現地には金田信俊さん、木村和志さん、そうです広島弁コンビがいらっしゃいます。実況担当は小谷大輔さんです。小谷さん、それでは現地の様子を伝えてください。はい、小谷です。いよいよキックオフ。ホイッスルが鳴り、前半の45分が開始されました。このカードは日本対アルゼンチン、この試合実況は私、小谷大輔、解説は金田信俊さん、木村和志さんのお二方をお迎えしました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。増田、現在までのところ両チームとも無得点です。増田、どうも思い切ったプレーが見られません。思い切った手を取らないとゲームは動きませんよ。アルゼンチン、ファールになるか。中盤を省いて大きく蹴り込んで、ここからどう守っていくのか。アルゼンチン、パスカットしたかったですね。平野、縦一本放り込んできた。キーパーの真正面に飛んでしまった。
マスダ、シュート。これでディフェンダーも彼を警戒しますね。カズ、どうだ。中山、打った。真正面に蹴ってしまった。前半戦の中盤28分、平野、大きく蹴り出した。縦一本生かしていけるかは回り次第ですよね。中山、慎重にボールを回しています。カウンターが怖いところ。落ち着いてスペースを潰していかないと。ちょっとプレーが荒いですね。このドリップ、これを通されると一気に。市川、ここでボールを奪った。ノーホイッスルのようです。ここ誰かカバーに。長いクロスが入った。もしも、なんということだ。入ってしまった。もう一度見てみましょう。ゴールを決められてしまいました。この失点をディフェンスの責任にするのはちょっとかわいそうですよね。気を取り直してのキック。中村忠、平野、森島、中山、カズ、ファール。これは PK か。これはもう仕方がありませんね。危険なプレーで即退場です。どうしようもないです。非常に危険なプレーに対してレッドカードが出されます。一体誰が蹴るんでしょうか。これは大チャンスです。カズー、やった、入りました。日本同点ゴールを奪いました。リプレイが出ました。日本驚異的な粘りを見せました。流れに乗って一気にこのまま逆転ゴールを決めたいですね。キックオフで再び試合が始まります。前方に大きく送ります。カズ、チャンス。カズ、カズ、カズ。日本試合の主導権を奪いました。執念の勝利ですかね。リプレイが出ました。気持ちのいいシュートでした。全員攻撃で勝ち取ったゴールですよね。キックオフで試合再開です。ここで止めたい。これはゴールラインを割ってますね。ゴールキックになります。主審のホイッスルで前半終了です。日本今日は調子がいいみたいですね。どうご覧になりますか、金田さん。とにかく一人一人の戦術理解度が高いですね。いよいよ後半のキックオフ。相手ディフ、キーパー、ゴール。もう一度見てみましょう。マークが体一つずれていました。ちょっとディフェンダーの足が止まってしまいましたね。日本、中村忠、中西、平野、中田、バックラインでゆっくりボールを回しています。ちょっとテクニックで劣ってます。中西、クロスが入っ、
市川マークを外してしまった。カズ、アルゼンチン、これが通ってしまった。手元の時計で間もなく後半立ち上がり、キーパーナイスセーブ。審判流しました、プレーオン。ここで潰されるようだとやはりゴールを狙うのは辛いですよね。カズ、逆サイドにセーブ。やってくれました。もう一度見てみましょう。中山、さすがです。決定的な形が作れたんじゃないですか。選手交代のようです。キックオフで再び試合が始まります。クリア。縦一本放り込んできた。ボールが渡ってしまった。後半も中盤に差し掛かります。日本、相手をさらに突き放した。非常にいいゴールでしたね。リプレイが出ました。カズ、ハットトリックです。1試合に3点入れるだけなんですが、これがどれだけ難しいことか。さあ、キックオフです。おっと、これは激しいプレーだ。まあ当たり負けするのはどうしようもないですが。後半も中盤に差し掛かります。28分、日本ピンチになるか、クリアできるか。中西、かわされた。おっと、これはファールか。大丈夫ですかね。な、詰めてきた。前方に長いボールを送った。運が良ければ点につながるかもしれませんけどね。ピッ、これが入ってしまった。リプレイが出ました。マークが完全にずれていました。一瞬集中が切れていましたよね。気合を、鈴木、中村忠、中田、森島、チャンスだ。日本リードを守っています。このコーナーキックが最後のプレーでしょうか。セットプレーのバリエーションは多いほどいいんですよね。どう
ここで試合終了の笛が鳴りました。ノーガードの打ち合いといった感じの試合でしたが、日本代表僅差ながら勝利をつかみました。それでは失礼します。さすがに強いですね日本。見事このフレンドリーマッチに勝利しています。このモードで腕を磨いたら、今度はワールドカップでも頑張ってください。このゲームのご案内は金子克彦でした。現地実況は小谷大輔さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。ごきげんよう、さようなら。